今現在まだ11時前だもんね、はい、11時前、うん、11時ちょっと前ですけど、朝から確かすごい雨だったんですよね。それでももうこれだけのお客様、食べマルシェ、美味しいものを食べにたくさんの方いらっしゃってます。それにしてもね、あのいろんなものものすごい安いんですよ。これなんか、うん、サルフツさんのホタテカレーさん、なんか試食を行われてるようですね。あれかわいい。どうぞつって、坊やも頑張って売り上げ貢献してくれてる。あ、なんかホタテカレーさん、いつもは525円が今日は500円だそうです、うん、あ、こちらクレープチュロス。あれもね、もうに匂いに誘われて匂いに誘われて大変です。神奈川県のおすすめはなんといっても崎陽軒のシュウマイです。こちら浜とんべつさんですね。海産物だとか、うん、なんかね、もうやっぱり安いです。うん、安い。でそこのまた隣、これは、あ、これも浜とんべつさん、ホタテバタ焼き200円だそうです。すごいね。あ、本当だ、粒大きい、粒大きい。なんかご当地中華まんとかいうのもホタテの中華まんですね、あるようですので、ぜひ皆さん食べに来ていらしてください。プレジャム、あ、これミルクジャム、ギャムじゃない、ミルクジャム、なんか無添加無農薬って書いてありますけど。そうですね、牛乳以外のものは基本的にあまり使用しない。あと、やっぱり牛乳だけだと日持ちしないんで、それで、まあ、砂糖を少し加えて、で作り方をしますね。あと、もともと牛乳が持ってる味をそのまま生かしていく。特にこれ パンにつけて食べる以外にもおすすめの食べ方ってございますか？牛乳好きな方でしたら、そのままお湯にすぐ溶けるんで、あ、お湯に溶けるんで、そのまま、はい、そのままホットミルク、まあ、ちょっと甘め、砂糖入ってて甘めになりますけど、はい、あとお料理とかで本当牛乳使う料理ですから、はい、っていうところに少し入れていただけると味がマイルドになります。あ、なるほど、という優れもののペレジャム。美味しそうですね。後ほどまたちょっと戻ってきて、会社で飲むか。会社で飲みたいな。いや、これね、これね、あのユーストをやるとあっという間に電池なくなるんで、これ YouTube で、YouTube で今夜アップします。はい、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ペレジャム、惚れたな、これ。美味しそうだね。なんかシチューとかに入れて、うん、と、なんかシチューに入れて食べたら美味しそうとかって、うちの新人ちゃんのはじめちゃんがということで、これ夜アップするからね。そんなかんだで、ちょっと私たち仕事しながらですので、街頭放送のあの仕事をしながら、あ、さっきのね、スペアリブね。と、あ、豊浦町ってたらそれ肉有名っすよ。肉有名、うん、ね、あ、なんか11時っていうことで、そうそうそう、私たちはまたね、ちょっとね、とある場所に戻らなきゃならなく、新人くん置き去りにして、あちこち買い物したり、こう配信っていうかね、 YouTube 撮ったりしてますけど、きっと新人くん一人寂しく、あの二人なんだろうってね、恨まれるんで、そろそろ鹿肉のソーセージ、これ、あ、ここ豊臣さん
お食べ？お食べ、うん、美味しいですよ。どうよ。おお、食感が普通の、うん、あのソーセージになってなんていうんですかね、なんかこう肉の旨味というか硬いとか硬さっていうかすごい違った。鹿肉食べたの初めて？初めてだと。あ、本当？食べやすい？あ、でもすごい食べやすい。あ、お普通にお弁当とかに鹿肉の残味だこれ。いや、これあなんか好評ですね。皆さん買ってくださいね。あ、上品な味が、うん。あ、これね、でも鹿肉ソーセージ1本100円？ちょっと矢作さん、これ買ってきて、買って鹿肉ソーセージ。いやだって、うん、だって私鹿肉大好きなの。鹿肉大一緒。はい、あ、はい、じゃあ、あの、すいません、鹿肉ソーセージ1本くださ、はい、ありがとうございます仕事しなきゃいけないのにこうやって食べ歩きでね、だん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 ね、仕事忘れていくのではい、ありがとうございます。はい、はい、ごちそうさまです。あ、ありがとう、ね、鹿肉ソーセージ食べます。うん、クリームスープいかがですか？なんか私は好きだと思う。うん、うん、あ、鹿の味する。あ、美味しい、美味しい。あ、味濃くて美味しい。食いかけでよかった、半分食べる。あのね、先っちょポッキン折って半分ちょうだい。したら半分あげるから。うん、指でポッキンって折って。ちょっとでいい？じゃあ上半分は私にちょうだい。はい、じゃあこれあげる。はい。ごめんね。大丈夫ですか？少ないですか？うん。私、あの、顔と同様、指の皮の甘は、あ、熱いから。うん。あ、本当、味濃い。濃いな味ね。美味しい美味しい。北海道ならだよね。うん、あくべこっこ鹿肉ケバブも食べに行きますけど美味しかったってことで、ちょっと、ま、ほんとまともにね、ちょっと仕事帰ろうね